在的只有阿库玛嘎瓦扎萨只有达玛苏多苏雷巴瓦扎萨只有阿库玛嘎瓦扎萨只有库多信吉鲁纳拉瓦扎萨只有終わった終わった私たちの人生が終わった。どうして自分を決別することになる。ほとんどのすべての人々の問題はこれである。罪を犯している原因は何ですか？自分を決別すること。自分を決別すること。自分には価値がない。自分の歴史はとんでもない歴史だった。不正ばっかり。私の体、綺麗じゃない。お父さん、お母さん、子供、息子。娘、このがん、病気、仕事、自分には価値がありません。そして相手にも価値がありません。私は宝物ではない。私は尊いものでもない。私はとんでもないもの。それを信じるとすれば、罪を犯してしまう。お金のことを心配する。すべて明日どうなるか、明後日どうなるか。命がないから、すべてを失ってしまう。時間を無駄に使う。無駄、悪口を言ったり、仕事、時々仕事さえも、残業など、罪となる自分を立てるため、自分が空っぽから、自分には病気であっても、入院されていても、上手できなくても、私には価値があるということ、わからない限り、価値をグループ、会社、勉強などに探さなければならない、自分を立てるため、仕事に出るのが、奥さんを愛するためではない、子供たちを愛するためではない。自分を立てるため。仕事を行くのは、証をするためです。人間には価値がある。神が自分の息子を送ってくださいました。あなたの人生には、キリストの血が流す。あなたの人生には、キリストの血があります。あなたを清めているのは、キリストの血です。あなた自身は、キリストのために、唯一な大切なものですよ。あなたのためにキリストが自分の全てを与えてくださった。だから、あなたには価値があります。キリストの価値はあなたの価値です。キリストの血の価値はあなたの価値です。キリストは命を懸けて死んで復活したあなたのため。キリストは全てをやったのはあなたのため。だからあなたは素晴らしい。そのままでいい。めちゃくちゃでもいい。欠点だらけでもいい、弱くてもいい、無力でもいい、惨めなものでいい。あなたの歴史はすべて、キリストを迎えるため、今日の福音そのまま、人の子、クリスト、メシア、の日はすべてを覆う。世界をすべて覆うだろう。すべてのところに来るだろう。これはあなたの人生、すべてのところに来てください。すべてを尊いものにするためには。でも自分を決別するなら、出来事、反対の出来事、難しい出来事は、突然なものとなってしまう。びっくりさせるものとなってしまう。怖い。だから逃げなければならない。だから自分を守る必要がある。自分が何もないから、自分には価値がないから。なんで、また、もっと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 、私に不正。もっと、この歴史はとんでもない、つまらない。もっとでしょ、私を苦しませる。だから、酒飲む、売春と行く。お金、健康。肉的に古い人間を大事にする。しかし、キリストは、私は古い人間じゃなくて、新しい人間を大事にしています。あなたは新しい人間として生まれるために私が命をかけた。あなたが私の共に復活するために私が死に入りました。だからあなたが復活されたものとして、私の前に現れるように、あなたが生まれた。あなたにはこの日が贈られます。今日の福音の最後の部分でしょ。人の子の前に現れるように立ったまま、復活されたまま、素晴らしい美人として、かっこいい、素晴らしい花嫁として、毎日彼の前に現れるように立つ、復活されたもの。これをすべて教会の中で私たちが聞いて経験することができます。教会では私たちはそれを経験する。私には価値がある。私の息子には価値がある。だから罪を犯す必要ない。セックスをするのは自分には価値がある。自分の体には価値があるから。恋人とセックスをする。やめる。それをしないように戦う。自分が宝物であるから。私のためにキリストが自分の血を流したので、私には価値がある。私が宝物であるから。無駄に私の肉を捨てない。使わない。あるいは相手に
相手が無駄に私の肉を使うこともできない。戦う落ちるかもわからない。戦うガチ神の子、この本質が教会に与えられます。この本質、あなたが戦う、いつも目覚めて、いつも祈る、何のことにおいても、何の出来事においても、目を覚ます。クリストを見つかる、クリストを探す、祈る、彼に話す、どう主よ憐れんでください、主よ憐れんでください、あなた聞いてください、語ってください、私が間違わないように、私を愛しているということを教えて、とか、それがこれ教会では学ぶ、教会と共に祈る、目を覚ますことになる。私たちには価値がある。教会たちよ、あなたには価値があります。また息子には価値がある。欠点だらけ、罪人である、あなたの息子には素晴らしい価値がある。クリストご自身が存在している。クリスト神様ご自身、彼と共にこのような態度、これ対抗説の態度、対抗説が私たちに教える態度、クリスト者の態度、いつもキリストを待つ、私には価値を与える、私にはこの素晴らしさを与える、キリストが来られるのを待つ、そして彼を迎える、突然じゃない、すべてにおいてだから、私たちを抱きしめる、すべてにおいてキリストが私たちを抱きしめる、びっくりしない、喜ぶ、あなたのこと恋に落ちているから、いつもいつも逃げることはいらない。悪魔の誘惑を逃げる、悪魔のささやきの偽りを逃げる、けどキリストから逃げない。キリストを迎えに行く、いつも毎日。